皆さんこんばんは、ハワイケイスケです。本日2024年、7月の16日、20時40分、ファーストマンという映画を、Amazon プライムビデオで見ていたんですが、まだ途中です。宇宙へ行く、そのアポロ計画の前の頃の、大気圏のところまで、行って帰ってくるだとか、そういった時代の頃から、アームストロング船長のですね、試験を受けるところとか訓練を受けるところなどを今見てる段階では、描かれてる作品です。そちらの方で、そのアームストロング船長役をされてた方に、エネルギーの残存量問題、日本人の淡井圭介ですと、そういうことをお伝えすると日本語で会うって、言ってる場面がありました。2018年の映画ですので、制作段階などは2016年だとかそれぐらいの頃にはもう作り始めていたんではないかと、思います。あとは、こちらに日本のウィキペディアで見てるんですね。でそちらで2018年のアメリカ合衆国の電気映画っていうことで紹介されてるんですけども、日本のその映画館で放送されたものなのか、アメリカと同時だったのか、こうちょっと時期がずれてることっていうのは映画界では、多々あることですから、全ての国同時っていうのはなかなか、ない、むしろ珍しいことで、ライアン・ゴズリングさんという方が、ニール・アームストロングさんを演じていらっしゃると、この方が会うとおっしゃってました。で、その頃からはだいぶ時間が経過していて、その今の僕のその河川を撮影している動画とか、日本語で話してますので、その英語に訳したものとかが、もし字幕を打つところから、作らなければならないんですけども、どうしても喋ってる時に「とか言ってしまうと、それが言葉で表記されていたり、あと日本語の漢字が全然違う漢字で表記されていたりとかしますので、まずは字幕を自分で一回修正しなければならないんですが、そういうふうな形でちょっと河川に今まで撮影してきた動画で字幕起こしをして、また出来上がったら、ハリウッドの方たちにお伝えしていただきたいなと思います。僕は考えてた、その河川水門化で式玉発電や、あとかまど発電なども、だいぶ、魅力的な内容ではあると、エネルギーの残存量問題についてですね。であとは、ガソリン車の生産停止っていうのは絶対しなければならないことであって、で作りすぎた後なんですよね。世界中の正式な人口は20億人くらいなんですよ。日本も1億2000万人だとかいう数字を日本のテレビの放送で、報道番組でニュースで放送してるんですけども、昔の満州国だとか北朝鮮と韓国、そちらを、昔は朝鮮人民共和国と呼んでたんですが、朝鮮半島とあと台湾と今の日本の国境を合併した頃の人口なんですよ。で2050年ぐらいには人口も7000、何百万人になるって言われてるのは、それら地域全て含めてなんですよ。でそこから本当の人口を割り出していくと、どこの国も表記している人口の大体3分の1か4分の1なんですよ。でこれが世界中の事実だって、その農業とか盛んな国はそれだけ面積がたくさんいりますから、アメリカの方たちも実質人口1億人ぐらいしかいらっしゃらないと思います。中国は3億人ぐらいじゃないかと。
で、インドもまあ1億人ぐらいです。まあ、寒冷地帯ですから、まあ、ロシアも1億人本当にいらっしゃるかどうかというところですね。もしかしたら旧ソビエト連邦、まあ、1900年ぐらいの頃もその地域でロシアという国でしたが、その範囲で1億人ぐらいという可能性すらあります。そうじゃなかったら日本なんかはその今の面積で、まあ人口私の見立てでは3200万人ぐらいなんですけども、それでも穀物関係を、だいぶ輸入させていただいてますと。の、あの農作物ですね、小麦など、まあ牛肉などもそうなんですけど、っていうことは他の国は同じ面積でも多分もっと人口少ないと思うんですよ。自分の国で、食料を賄えてる国や、他国へ輸出できてる国は。そうじゃなかったら数字が全然合わなくなってくるんですよ。だからあのなぜ人口が増えてきた錯覚にが落ちていたかっていうと、まあ国境はコロコロ昔から変わっていたっていう部分とかももう一つの理由としてあるんですけども、そのスポーツの拡大によって、例えばパリオリンピックなんかは日本の、選手団の人たち400人以上行くんですよ。だから今3カ国って、100カ国を軽く超えてるわけでありまして、オリンピック満タイの人が選手とか他の関係者まで含めるとどうなのかわからないんですけど、もっと膨大な数になってる可能性があります。でまあ別にオリンピックじゃなかったとしても、サッカー界だとか野球界とかで、まあ、二重国籍になる人だとか、スポーツだけではなくて、商業原理的に例えば、パソコンを広めるためにだとか、工業関係を伝えるためにだとか、まあ、昔から自動車産業とかいろんな国に日本もあの他国へ工場を作ったりとかしましたけども、そういうことによって、二重国籍になる人たちがいらっしゃいます。でこれは他の国の方たちも同じで、まあ、特に国境が隣接していて、もともと昔から国境がコロ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 変わってる自分の親戚がすぐ隣の国に、もうあの県境みたいなもので、あの州境みたいなもので、すぐお隣がすぐ近くか、まあ、10キロ先がもう親戚の家なんですというような方は、まあ、往来しやすいように二重国籍になってる可能性もあります。まあ、通行しやすいようにですね。だからエネルギーの残存の問題、想像以上に大ピンチなんですよ。自動車作りすぎてしまった後なんですよ。昨年も生産してるのが、あの、バスとかトラックも含めてなんですけども、オートバイは別です。車関係で8000万台を超えてるんですよ。それまでは、まあ、少しずつなんですけども、年々増えていっていて、生産量は。で、日本なんかは、今の国境内のところで不法投棄されてる車は、あ、大体もう こんなに河川の撮影行った時にこんなに不法投棄されてる車があるんだったら、これも1万台ぐらいはあるなと、まあ、そういう見立てなんですね。で世界中多分どこの国も同じ状況だと思うんですよ。経済原理とかいろいろありまして、倒産したりとかして中古車センターが潰れてそのまま放置されていたりだとか、田舎の方で、こういうことが結構あります。まあ都市部でも駐車場とかにもかなりこれ何十年も前か置きっぱなしになってるけども、所有者の人どうなってるんだろうとか、まあそういうふうなのはあるんですよ。多分届け出をしなかったらわからないと思うんですよ。その死亡届までの範囲だけで終わってしまってです。だからまあまあ一応説明しておきますけど、日本語ではですという言葉は敬語なんですが、あのまあアメリカとか英語の方ではあんまり良くない言葉なんですが、まあちょっとまあ敬語でこちらも喋らなかったらなかなかまあいろんな部分がありまして、敬語を使ってるんですが、まあそれでまあイギリスなんかは今から数年前に日本とかがガソリン車の生産停止を2030年や2035年というのを掲げたときに、イギリスの方は2025年じゃないと間に合わないっていうことをおっしゃってたんですよ。っていうのは僕は若い頃1998年ぐらいの頃、石油の技術的採掘可能埋蔵量が69年分で
2011年のデータで59年分で、2022年のデータで54年分なんですよ。もうずっと先々まで掘っていくものを計算入れて技術的採掘可能埋蔵量を出しているのであって、石油の消費量は年々増えていってしまってるんですよ。だから車は普及しすぎてるんですね、一般の人にまで。で、僕もいろんなところ河川の撮影とかに行って、これも実感してるんですけども、ほとんどの人間はもう他の国も同じだと思います。電車バス等でみんな移動できるんですよ。あとはまあよっぽど距離が離れていた航空機ぐらいで。だから自分の自家用車を所有する必要のある人って世の中ほとんどいないはずなんですよ。その辺工夫とか努力でどうとでもなるんですよ。だから今全人類が目指すべき方向はエネルギーの残存量問題であって、それをどう解決するのかで、一つの大きな案が私の河川水門開閉式ダム発電と、あとはまあかまど発電だとか、あとはメタンガス抽出場なんですが、神戸市立ホテルフルーツラパークで私が1998年、天皇家の方たちや世界中のその後政府上層部に登られる方たちや、その当時の政府上層部の方たち、まあ、オバマさんもその当時いらっしゃってました。黒人初の大統領のオバマさんなんですが、まあそちらの方で、まあ、ワインを作ってる会社でもあるんですが、発酵させて蒸留するんです。そこからアルコールは作れる、つまりバイオエタノールなんですね。で、もうそれも会社で聞いたんですけども、草からでも何でも本当は作れると。要するに、まあ、メタンガスとバイオエタノールは少し違うんですけども、まあ、メタンガスも食べ物とか腐ったりしたら出てくるものであって、そのメタンガスに関しても抽出場を例えば日本だったら10万箇所以上に設置して、今まで生ゴミで出していたものを燃えるゴミとして出していたものをそこのメタンガス抽出場のボックスに入れていくと、貯蔵庫に係員をつけておいてですね、で抽出場装置をつけておくと、それでメタンガスを、抽出して、手に入れて、で、物流のトラックとかに使用すると。まあ、こういうような状況になってくるんですよ。で、まあ、日本も田舎の方とかは、家の横とかにプロパンガスとかを、ボンベを、配送してつけたりしてるんですけど、都市ガスってやっぱり、海から近いところの、ごく一部のところとかだけになってくるんですよ。あとは、車で運搬だとか、まあ、そういうような形になります。街中、山の中の街中に巨大な、ガスの、タンクを設置していて、そこに、まあ、車等で運んで、まあ、補充したりするような形だったりだとか、あとはプロパンガスを、高さが、まあ、1.5 メートルか、まあまあまあ、小さいものだったら1メートルぐらいのものもありますけども、そういったものを家の横にこう隣接させてつなげて、まあ、使用している家っていうものがたくさんあるんですけれども、そういった家を全部オール電化にしてしまうと、自然再生可能な家でほとんどの電力を賄って、で石炭とか、ガスに関しては、別のことに使用すると、まあまあ家庭も電気コンロだとか、まあ、そういうふうなことが描いています。で、まあそのまあ会うとおっしゃっていただけたからには、何らかの僕に関する情報っていうものをお持ちであって、でエネルギーの残存量問題に関して抜本的にこう解決する内容だとか、まあ知識もまあ一般人と比べるとかなり私の家は豊富に持ってると思っています。まあライアンさんという名前に関しても、もしかしたら昔神戸市立ホテルフルーツラパークに会いに来たかったかなと、一瞬ちょっとダイハードに出演されてたブルース、ウィリアムさんでしたっけ、ウィリスさんでしたっけ、まあ僕もダイハードシリーズ、子供の頃とか学生の頃とか好きで、見させていただいてたんですが、まあアルマゲドンの時もそうですね。な
まあその後プライベートライアンという映画とか、作られたりとかしてましたよ。もしかしたらライアンさんも若かりし頃ウルツラバークに来られた方なんじゃないかなと。今我々が置かれている状況は早急にガソリン車の生産の停止です。新車として販売してしまった以上10年間は絶対乗られますから、大きな交通事故とか犯されない限り。だから技術的技術、その石油の技術的採掘可能埋蔵量が2022年で54年分で、そこから、10年後 の, 4のもう残り42年だとか、そういうふうな2022年のデータで、今年は2024年ですから残り42年とか、そういう時期になってからやっとガソリンの消費が減ってきただとか、やっとそういう段階が見えてくるかどうかっていうところなんですよ。でこれは高層ビルに関してなんですけども、例えば私が住んでるここの公営住宅なんですが、4階建てで、ワンフロア、10軒ぐらいしか家ないんですよ。でエレベーターなんかほとんどみんな使わないんです。まあ一応地下に駐車場があって、たまにエレベーター動かしてる人とかいますけども、それでも、2022年の、電気代エレベーター41万超えなんですよ。っていうこと、1年間ですよ。っていうことは、まあ、今の為替相場じゃないんですよ。そこまで、今の為替相場、1ドル158円ぐらいですけども、その当時、105円から110円の間を行ったり来たりしてた時期なんですよ。で、だから、まあ、30階建てぐらいのビルで、商業施設とか入っていて、エレベーターが6基ぐらいついていて、しょっちゅうこう上行ったり下行ったりしてるようなところは、電気代だけで1億円以上かかったりしてるんです。ということはですよ、それだけ膨大なエネルギーを消費してるということなんですよ。で人口は日本でも50年ぐらい前から少子化が始まっていて、ずっと少子化が続いていて、枯れ葉ばっかりなんですよ。買う人がいないのにずっとビル建てたんですよ。でこう近年になってやっと、その辺のところが規制がかかってきたりだとか、ショッピングモールなんか今まで10人分にあるのに、人口減ってきてるのに、もう企業合併していくしかないのにショッピングモールを作りたがってるんですよ。それを僕の方で撮影して、政府、まあテレビ局を通して政府とか通してやめさせたりしてたんですよ。行政は行政らしい動きを全く、現在今どういうふうな状況かっていうことは、エネルギーの残る問題のことを全然行政で働いている公務員の人たちとか、ほとんどの人たちが分かってなかったんですよ。警察官等を含めて。これが世の中の現実なんですよ。一時的にテレビで放送してもらったんですよ、エネルギーの残る問題だとか、一斉放送で本当の人口だとか。だけど僕もそれ一瞬忘れていたりとかしたぐらいで、継続して本当の人口、例えば今の日本の国境内は3200万人ぐらいですよとか、もしかしたらもう3000万人ぐらいかもしれませんだとか、そういう本当の話をしなければならないのに、それでもエネルギーはたくさん消費されてますっていう話をしなきゃならないのに、そういった部分を欠けてしまってる。だから僕はオリンピックを開いたいだとかを、しっかりと述べているのであって、本当はマクロンさん、フランスの大統領、この間まで大統領だったマクロンさんも、もともと僕と会ってるんですよ。でエネルギーの残存の問題とかも話していて、僕と同い年なんですよ。でフランスのオリンピックの時に一緒に、まあ、天皇家の人に、まあ、連れて行ってもらって、でみんなの前で、まあ、世界中のスポーツ関係者の人で僕のこと知ってる人めちゃくちゃ多いんですよ。一般人の人も含めて、台風消滅とか今までしてきましたから、台風の数を抑制したりだとか、今年も絶好調です。水害の被害を世界的に見ても今年は少ないんじゃないですか。明確にどういう風になってるかっていうのを私のホームページで、公開しますし、 YouTube でも述べてるんですよ。どういうような仕組みになってるかっていうこと、天気のことについて。で、もうまあ今年パリオリンピックが終わった頃にその行って乗り込んで、もうオリンピック解散と。まあ、最終的にアメリカが最後になるかもしれませんし、今のところ決まってるのは、今のところアメリカじゃないですか。もう次絶対決めたらダメなんですよ。もう終わりがなくなってきますから。先も言いました、先ほども言いましたけども、日本だけで、選手団だけで400人超えの可能性高いんですよ。男性、女性合わせると。だって、
サッカーだけで何十人男性だけでいるわけじゃないですか。じゃあ女性合わせたらサッカーだけで男性と女性だけでもう50人ぐらいになるじゃないですか。これもしかしたら監督とかコーチ込みじゃない数字かもしれないんですよ、410人って。いやだって他にも水泳とか、水泳だけでも種目いっぱいあって、陸上もあって、やり投げとかいろんな種目は結局ダンスなんてどうでもいいようなものまでオリンピックの種目に入ってしまった。まあ、一応それもね、僕も言い出してしまった方なんですよ。あのオリンピックのその移動する人の数を減らしたかった。で種目が少なすぎたらオリンピックとして成立しない話だとか、そういうことをテレビとかで放送されていて、もう誰か一人ダンスをでも踊ったらと、そういう話だったんですよ。それだったら世界中である程度の人数が出てきても、まあ、100人ちょっととか、まあ、それぐらいで済むだろうなと思いまして、それの話がどんどん拡大して集団で踊ったりとか、そういうことを予選で行ったりし始めて、日本中でまず飛び回ってダンスチーム の試合みたいなのを行って、でもそこにはお金がついて回る話であって、スポンサーの企業の人たちがお金を出していて、そこにはただただエネルギーを消費させる話であって、そうじゃなくて体鍛えたいんだったら力仕事してくださいと、重機とか使わないで。一軒家ぐらいだったらもう重機なしで解体しましょうという発想なんですよ。僕は河川とかの、そこにある土砂とかのかき出しもスコップで行う、人間がで、一輪車とかに乗せてで、河川から出すときに、まあ、ロープとかで箱に入れて、ロープとかで引っ張って河川から引っ張り上げると、一応お金は政府が出せばどうとでもなるんですよ。円安とかにはなってしまいますけども。だけどもエネルギーを消費するよりもだいぶマシなんですよ。それが仕事として働いたらいいわけであって、河川の土砂をかき出しするだけで、まあその河川水門開式玉発電もそうなんですけども、大雨が降った時に排水量が上がるだとか、そういう安全面とかもあるんですよ。で河川の底とかを撮影してびっくりしたのが、3分の2ぐらいの水は下流に突っ込むには地面の底に染み込んでいってしまってるんですよ。それで地面の底が空洞化が広がって地震が発生するんです。阪神淡路大震災は1995年にありましたけども、 あの地震に関しても発生地点は一応テレビで即放送した時は、明石大橋というところの近辺だったんですけども、その後僕を通して、いや違います、新港川、旧名所港川、現在名所新港川という河川なんですけども、そこのところに子供の頃遊びに行ったりしたことがあったんですね。ただで河川の底は抜けて、コンクリート化してるところがゴボッと抜けていて、そこは2メートルぐらい深くなっている。そこを、まあさらにそこの方には土とかが見えるんですけども、このそこから明らかに水が流れ込んでいってるっていうのが分かってましたから、そこから空洞化が広がっていて、場所も全部一致するんですよ。その被災してる範囲の、あの家の倒壊とか、震源地は神戸市の中央区か兵庫区か、そのあたりなんです。これで左右の、倒壊する建物の範囲っていうものが、ちょうど同じぐらいの範囲になるんですよ、左右。長さが、距離が。これは世界中の地震の防災にもつながってくるんです。あとは地震の、まあ、発生している一斉崩落についてなんですけども、石油とガスと金属類の採掘で年間、まあ、それにくっついてくる岩石とかも含めて、年間200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってます。地下で。せめて河川だけでも、河川の底を、コンクリート化することによって完全に。水が染み込んでいかないようにすることによって地震が防げる。で、そしてそれはあまり難しいことじゃないんですよ。河川の土砂をかき出した後、運動部だった人だったら、野球部とかベースボールの、野球部員だった人とかだったらグラウンド鳴らしたりするので、もう僕たち日本人はトンボって呼んでるんですけども、こう絵がついていて先がこんな、バーになっていて、こう地面鳴らすわけじゃないですか。コンクリート広げるぐらい簡単じゃないですか。コンクリートを下ろしてしまえば一人でものの1分で10メートル、まあまあ5メートルぐらいは広げれるでしょう。いや
いや 10メートルは行きますよね、10メートルぐらい。まあ、簡単なんですよ、案外。まあ、仕事も今の時代あんまりないですし、例えば運動部の高校生の人たちに体鍛えるついでに、河川の土砂のかき出しだとか、あと、石とか、まあ、これぐらいの大きさぐらいの石だったら、まあ、ある程度みんな持てるわけじゃないですか。あまりにも重たい石とかだったら2人で持ったりだとか、まあ、それこそ身長180センチ以上とかのパワー派の人とかだったら、まあ、1人でまあ持てるわけじゃないですか。それでまあそういうのを運んでいたら体を鍛えれるわけであって、まあ、そういうのを世界中で行って、河川の再整備で河川水門開閉式ダム発電を作ると。まあ、そういうことを皆さんで話ができたらいいなと私は考えています。電波で了解という言葉が聞こえてきています。まあいつご覧になれるかというところは、まあ私の方のこの字幕起こしとかが影響してくるかとは思うんですけども、まあファーストマンという映画を今まだ見てる途中だったんですけども、見てライアンさんもしかしたら再びなのかもしれませんし、まだ意思疎通ができたことを、嬉しく思います。そしてその先には絶対成し遂げなければならない任務、僕は公務員の人間でも何でもないですけども、それも任務、世界中の人も絶対的にしなきゃならない、達成しなきゃならない。で、他にもかまど発電など、いろんなもの説明できたらなと思います。もう 今山の中にその木拾いに行ったりしてる人がいないですから、日本の兵庫県の、まあ、神戸市という範囲内だけでも河川の中 その流木だとか山の中の倒木とかだけでも、あと枯れてる木とかだけでも10万本近くあります。撮影してたらもうすぐ次々倒木とかが撮影できてますから、僕の言ってることを大体僕の動画見てもらったら分かります。あ、本当にこれあるわっていうのは分かりますから。あとは河川の底プラス、河川の底とかの両サイドとかにある余計な木ですね、その辺のところも伐採して、まあ河川水門開閉式ダム発電貯水するときにやっぱりちょっと邪魔になりますから、まあそこは上手に活用してですね。だから東北とかはかまど発電、まあかまどで、学校で、発電しながら、その燃焼室がものすごい温度になりますから、まあ冬場でももう T シャツでも汗びちょびちょになるぐらいの温度に、きっと、まあ、燃焼室はなると思います。まあその部屋の空気を各教室に送ってあげるだけで済むわけですから、配管通してエアダクト、勝手に熱気、温度が高い方は上に上がっていきますから、勝手に、まあ、上の方のフロアとか熱い空気が流れ込んでいくと、まあ、それで暖を得れると。でさらに学校が発電できると。でこれは防災拠点にもなりますと。であと生ゴミをメタンガス抽出場を作ることによって、あとは燃えるゴミだけになりますから、燃えるゴミを春から、秋まで貯めておいて各家庭で、どうしてももう家に置いとけない人は学校に置かせてもらって、で学校で冬が来たら薪とかそういったものも一緒に燃やして発電すると。もうこういうふうな例えば、まあ、これはいらない紙ではないんですけども、いずれ裁判とかが終わって、いらなくなったりする紙、まあ、こういうふうなものが、まあ、日本の裁判所は保管期間は5年なんですけども、まあ、例えば、まあ、一つの件でこれぐらいの用紙があったとするわけじゃないですか。もうほとんどここまでいくとちょっとした薪ですよ。だからいくらでも会社から今までガソリンを消費して運んで燃やしてたものを手で持って運んでいって、近隣の小中学校高校大学に持っていけばいいっていう話になるんですよ。だからそれで節約もできますし、ゴミ収集車の分もそうですし、エアコンとか今まで使用してたものを、かまど発電のその燃焼室の熱気で温まると。で、そこは発電もできるから学校は防災拠点になって電気自動車かと。
ただし電気自動車に関しても本当にどうしても必要な人だけがもう勤務先が山の中でどうしても必要だとか、そこには電車とかバスがなかなか通ってなくてとか、そういう人だけが所有するような社会に変えると、プランがもう明確にするべき内容は見えてるんですよそこまでできたら千年億ミレニアムっていうことなんですよ。ガンダム関係も僕関わりで作っていただいてるところとかもたくさんあるんですけども、この間のガンダムシードの映画バージョンも、僕からの案の内容とかも、含まれて、作られてるんですが、戦艦でミレニアムって出てきてるのも、エネルギーの残存量もない先進文明が千年後まではとりあえずなんとかなりますよっていうことなんです。そういう意味で千年王国で、もっと先々まで、さらにその先1万年後2万年後までを見据えて社会を作っていかなければならない。これが今我々の置かれている現実で、良い良案はたくさんあります。今回あんまりたくさんお話ししても、字幕の方はちょっと修正するのが大変ですので、一旦は、これぐらいさせていただきたいなと思います。ファーストマンの、ライアンさんやその関係者の皆さんに向けてのメッセージです。こういう話が、ね、通訳の人通して、お話しできるような日が来ることを、楽しみに、待ってます。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あと自分の身の回りの方に淡井さんの動画はちょっと見た方がいいよというようなことを言っていただけると、助かります。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。